日本中国地方、山陰地方、山陰地方は、日本の地域の一つであり、本州西部のうち日本海に面する地方である。名称は五木七道の山陰道にちなむ。山陰地方の範囲、定義は、場合によって異なる。山陰の、影は、もともと、中国語で、山の北側を意味する漢字である。しかし、陰気、日陰などに通ずる漢字でもあり、また、 山陰地方の気候も加えて、山陰のネーミングは、暗いとして、今までに、北洋地方、北中国地方、南日本海地方、西日本北部、三北地方等の故障が一部から提案されたが、いずれも定着していない。対山日本海側気候の特徴を持つ。島根県東部伊東では、降雪量もやや多くなるが、他の日本海側と比べて気温が高く、 特に沿岸の都市部では、道路上で圧雪よりもシャーベット状になりやすい。ただし、山間部では寝雪きになり、スキー場も存在する。出雲大社大国首名、稲葉の白うさぎ、須佐の王、八戸の大蛇、神楽など、日本神話と深いつながりを持つ土地柄である。ホブネ時代以前は、津島海流を利用した朝鮮半島との交流が深く、 津島海流がぶつかる日を岬から稲佐の浜の地域を要し、東方へは古事記の日馬山を要する安木を含む出雲国は国内の先進地域の一つとして独立国家の様相を呈した。江戸時代には城下町のほか北前船の寄港地となって栄えた港町も生まれ、現在にその佇まいを見せるところも多い。現在の主な特産品や、 工芸品としては、鳥取県の鳥取和牛、カニ、岩牡垣、梨、モサエビ、島根県の新事故のしじみ、出雲蕎麦、ソロ番、田島地方の田島牛、甘エビなどがある。山陰地方は、外して、山陰本線、国道9号沿いの隣接市町村との間での交流が目立つが、出雲国と岩見国の境から、東側と西側では、つながりが大きく異なっており、 分断される傾向が強い。萩市など、山口県北部は、九州との、島根県西部は、浜田自動車道によって、広島県西部とのつながりが見られる。一方の倉吉市伊東は、地図急行のスーパーファクトにより、兵庫県南西部や京阪神とのつながりが見られる。ある程度は、経済圏として独立性を持つ中海、新事故、大戦圏域も、 米子自動車道や松江自動車道によって、岡山県、広島県との交流が見られる。鳥取城市から、鳥取市街を望む松江城から、松江市街と新事故を望む、中核市一般市鳥取駅から新山口駅までを、走る特急沖サニーン自動車道、ハワイインターチェンジ付近高速道路幹線国道、その他の国道国際フェリーその他の航路その他の、 コーロサ行合同銀行本社以下はすべて鳥取、島根両県のいずれかに所在。鳥取、島根両県の地上波デジタル放送のリモコンキー ID、チャンネル数はともに富山県と全く同じ番号である。電波相互乗り入れも参照。ありがとうございます。